ランダムにラブシーンの一部を流します。やだセリフなどはない。そのシーンの息遣い、キス音からどのカップルのものかを当てるというクイズです。はい、皆様今すぐにスピーカーで聞いてる方はイヤホンにしてください。もしくはヘッドホンを準備してください。してください。これ、しかも皆さんにも聞きますからね。はい、アンケート出ますからしっかりとその耳で皆さんも予想してください。お願いいたします。それでは行きましょう。俺も両耳にします、ヘッドホン。俺もそうしよう。最初のラブシーンはこちらです。わかりません。終わり。待って、YOSHIKIのイヤホンが吹っ飛んだぞ今。終わり。わかりません。もう一回いきます。もう一回いきます。えのきじゃね。ってことはそうだよ。だって今、あ、俺だと思ったもん。俺ごめん、あの、あ、クマだってならなかったわ。あの、多分あれ最後の吐息がなでしょ、えのきだった、うん、あの、それね、確証に至った。あ、なるほど、絶対そうだ。よし、アンケートはこちら。お、11段、11段。これは3番でしょ。エピソード10だ、絶対ないもん。10だ、絶対ないもんだって。ちょっと、森川さん、三本寺島さん、今だ。はい、出ました。出ました、こちら。よし、よ正解。俺もクマも、はい、あ、正解出ます。正解はこちら。見と真っ赤になってんじゃん。耳待て。ここも、おお。だって、キストが。はい。てか、いや、お前は分かれよ。ちゃうね。ちゃうのよ。あの、お前は分かれよ。いや、ごめん、あの、言い訳すると、うん、やっぱ聞こえてきた瞬間に改めてこういう場で聞くので、自分で、ね、うんってなっちゃって。自分のね、あの、内耳で響く自分の笑いで聞こえなかったんだ。そうね、うんってね、言っちゃったのがね。って。なるほど。な、無事1問目は正解ということで、はい、続きまして、こちら、お聞きください。俺は白井に聞こえたんだけどな。白井優なんかもう、あの、家でクイズやってるオタクみたいになってる。白井に聞こえたみたいな。白井さんっぽい音だった気がするんだけど、一瞬おきつさんっぽかったかなと思って。というわけでアンケートこちらでございます。5段、12段、8段、2段と。あ、じゃあ4択。じゃあ4択に出るとやっぱ白井さん、白井雄介さん。でもさ、 YouTube 見てます。白井さんって攻めだよね。そうなんだよ。でも、あの、あ、出た5番。これ、あれなん、白井さん攻めでもあえぐんだよね。あ、そうか。白井さん割とそっちのイメージあるんだよね。白井さんの受けをさ、現場とかで聞いちゃったからさ、はいはい、あ、なるほどね。そっちの印象がすげえ強いんだよ、やっぱり、うん、はい、正解こちら。ドン。ケイト、ごめん、なんだよこれ。白井さんでした。白井さんでした。中島さん、さすが。やっぱセリフを聞くとやっぱね、それは一撃ですけども、うん、やっぱ出るね、成分ってのはね、ニュアンスがね。増田さんの声全然聞こえなかったですね。そうなんだよな。そうな、増田さんの声聞こえないとさ、あの、ヒントにならねえからさ。もっと声出してこ。第3問。これむずいだろ。今のだけで。これむずいだろ。もう一回いいですか、今の。あー、でもなんかあの息の吸い方がなんか、あー、結構コメントではあゆくん来てますね。アンケートいきましょうか。はい、うん、ちょっとねちっこい。あ、ゆうとくんってのもありますね。あー、なるほどね。どっちもありますね。第4弾も第1弾も。俺7弾かなと思って一瞬。あー、じゃあ見てみましょう。お願いします。
割れましたね。4段が一番多い。いや、1段が一番多いですね。あ、俺7かなって一瞬思っちゃった。俺ね、このキャストのね、キャストとキャラクター表があるんですけど、ゆうとくんはね、現場で聞いたことないんだよね。他の人は割とある気がするんだけど、何の話だよな。はい、正解はこちら、ドン。いいのかよ。ああ、佐藤さんだな。お前、学校でキスすんなっていつも怒るのに。うん、いいよ、もう、うん。はい、というわけで第1弾。いや、これすげえな。コメントで出てきたのがキスが里宅っていうのが。プロだ、プロがいる。すごい。え、やっぱ皆さんすごいですな。いや、すごいな。そうだよね、俺たち現場では聞くけどさ、なかなかさ、うん、カンパケをイヤホンヘッドホンで聞くことはないじゃない、うん、って考えるとさ、皆さんの方がこの状態のものは聞いてるわけだもんね。俺ら、あの、自分の耳直に生音じゃない。そうね、隣から聞こえてくる、うん、やっぱちょっと変わるよね。ちょっと変わるね、マイク通すと。そうね。はあ、はい、すげえな。じゃあ続きましてこちら、まだやるよ。あ、分かった。うん、今のは。俺ね、自慢じゃないけどね、自分の BL めっちゃ聞くんだよね。最初のがもう俺なんだよね。よしき、それすげえ特徴出るよね。やるね、これは。これやるね。いや、もうこれはね、これやるねって暴かれんの超嫌なんだよ。ちょっとあの、マジシャンがね、種をばらされるみたいな。次の BL ではやめよう。はい、じゃあアンケートの結果出ますか。はい、まあ圧倒的ですね。そうですね。早速正解見てみましょう。正解のこちらです。たま。は、はい。なんだそのボケた反応、かわいいな。おい、はい、あの、笑うのやめてもらっていいですか。ごめんね、近いなと思って、ね、ドゥフって言ったよね。だってさ、ちゃんとさ、あの、柔道やってるさ、あのさ、芝居のさ、声でさ、はい、超至近距離でさ、たま、うん、なんかやっぱデュフってなるよ。そっか、俺はデュフってなる方のオタク。でも俺13段はさ、3回ぐらい聞いてるからさ、体勢できてんだ。そう、自分の声体勢すごいんだよね。うん、うん、なんかね、近くてなんかエッチいなと思っちゃった。もう一個いく？もう一個いける？もういい？もう一個いける？もう一個行きたい。行きたい。もう5問目こちら、どうぞ。特徴あるな、でも、うん、特徴あるな。これどっちでさ判断するんだろうね。あ、いや、すごいね、みんな鼻の方かな。7が多い感じしますね。いや、でもなんかそうだな。あ、でもなんか受けてる声が川西さんっぽかったかな、うん、いやね、7段、3段、6段、エピソード0と。そう、だとしたら江口さんめっちゃ吸ってたよね。うん、すごかったね。すごかった。うん、はん、キスが江口いるよ。やっぱその道のプロフェッショナルがいらっしゃるんだね。キス、このキスは江口。やっぱキスソムリエはいるんだね。というわけでアンケート出ましたようですよ。すごい、7段が圧倒的。じゃあ正解聞いてみましょう。いいのかよ。江口さんだ、江口さんだ。俺がしたい、七落としたい。かわいい、かわいい。いや、そうですか。いや、これそうですね、これダンハジに出てるキャストの皆さんは知らずにね、こんなゲームされてるわけですからね、俺とクマにね聞かれてるわけですよ。ニヤニヤされてると。はい、エッチいね、エッチいね。もう一個いきます。続いてこちらです、どうぞ。いや、なんか分かりそうで分かんねえな。もう一回、もう一回。これは4じゃないぽいよね。なんか村瀬さんだよね、うん、そう、なんかね、もうだんだん消去法になってきて、うん、いや、あと高い声での妥当みたいな、まあ、ゆうすけさんもあるけど、でもゆうすけさんの声じゃ村瀬さんかな、うん、みたいな
このゲームの当て方としては邪道な当て方をし始めてるけど、ね、音のみじゃないからね、はい、完全に出ましたかね。はい、こちら、おー、うん、後でき、正解はこちら。ファーストキスの味どうだった？発火の味がした。いや、いい声が渋滞してましたね。すごいね、村瀬さん意外とやっぱ低いもんね。ちゃんと太いんだよね。倍音が出るからさ、かっこいい、声かっこいいよね、村瀬さんってね。わかる。はい、もう古川さんに関しては特に言うことございません。いや、もうだってエッチでした。はい、いい音。次ラスト、さあ7問いく、使い切るよ。続いてこちらです。立花さんじゃないかな。もう一回。おきつさんか。どっちだろう。お前もう迷宮入っちゃってんじゃん。すっごいね、なんかね、なんかすごい状態になってる脳みそが、うん、そうだよね。俺こんなに短い間に男性声優のこのリップ音 こんなに聞いたことねえもん、うん、あのすごくね、誰もない。まあ、聞きに入っちゃって頭の中で今いろんなリップ音が反響してるんだよね。そうね。はい、じゃあアンケート結果こちらです。お、第3弾、うん、正解はこちら。やっぱ甘い。いや、もうこれだけでおきつさんって一発で。なるほど。いや、なんかやっぱ解明されたくないよね。でもね、やっぱね、うん、この人のこれはこうだわみたいな。それこそあのソムリエね。そうっすね、ちょっとやっぱ、うん、やってる側はさ、意外とさ、手を変え品を変え変化させているつもりなんですけどね。リスナーの正解率高すぎましたね。確かに。だって一個もさ、間違ったものがなかったですね。なかったもんね、はい、アンケート的に。やっぱ人がね、演じてる、何、そのキャラクターが違うからさ、そのキャラクターによって変えてるつもりなんですけどね、うん、やっぱその人間のね、声ですから、どこかあるんですね、うん、ただセリフじゃねえがんな。そうなのよね、息とリップだからね、まあ、ちょっと違うよね。すげえな。いや、ちょっといろいろ研究させていただきます、こちらも。え、我々も今後とも、はい、さらに手を返しなおかえ頑張っていきたいと思います。いろいろとね、やっぱそれで結果皆さんに楽しんでいただけると思いますんでね。はい、はい、斬新なコーナーでした。はい。